自分が29歳の時に、急遽社長をやれというふうに、まあ、先代から言われまして、まあ、当時ものづくりの会社として見た時にまだまだ改善する余地があるなっていうのはすごく思っていたので、自分たちの強みは何なのか弱みは何なのかとか、まあ、商品を磨こうっていうようなことで会社の、まあ、改革に取り組み始めたのがその代表になってからですね。蔵のすぐ横にありますのが旧太田塾の脇本陣という建物になりまして、で江戸時代から太田の渡しという宿場町で有名でした。そこに酒蔵があります。水自体、木曽川の伏流水自体が軟水で非常に優しい味わいの水なので、それを生かしたお酒作りをしようとすると、まあ、バランスのいい口当たりのいいお酒っていうのが、まあ、一つ理想的な形として浮かびますので、まあ、それは得意なタイプとして今取り組んでいる一つの味わいですね。お酒が何をつないでくれたかっていったら、やっぱ人とのご縁っていうところが全てなのかなっていうふうに思って自分の中の大事な言葉として残しています。まあ、うちの杜氏もそうやってよく言いますけど、やっぱり癒しを感じるようなお酒っていうのは一つキーワードになってるのかなっていうことがありますね。やっぱりもうできることを最大限やって手を抜かず作業するという、自分の理想としているのがやっぱりお米のうまみというのがあるのと、アフターの綺麗さということですね。で、まあ、全体的に優しさがあるかどうか父親がある時がんを患っているということが分かって、しかもまあ結構進行しているがんということで、まあ、自分自身もすごくその人生とかそのいろんなことを考えるに至って、親も安心させてあげたいし、自分自身も後悔しない生き方をしようっていうふうに強く思って、自分たちのお酒っていうのを今こそやってみるべきじゃないのかなっていうふうに思いまして、取り組み始めたのが対馬屋のきっかけになります。でより美味しさを求めるっていうことは保守的なものではあってはいけないと思うんで、どんどんやってみたいなと思ったこととか、やってみたらって言われたことは主質としてチャレンジしたいなっていうふうに思っているんで、今は品質管理の部分は徹底的にやりますけど、酒質設計の部分では結構自由な発想でやってみたいなって思って、自由に作るお酒として、まあ、対馬屋は社内的には位置づけています。自分たちの、まあ、本当の立ち位置っていうのはやっぱり本当にいいお酒を作るっていうところだと思いますので、しっかりと美味しいものをどんどん追求しながら、結果的に世界の皆さんにまでこの美味しさっていうのが届いていくような形になれば、本当に幸せなことかなっていうふうに